皆さん、こんにちは。西野真理でございます。今日は滝廉太郎作曲「花」の3回目。まず主旋律を少し確認してから詩についてお勉強し、ワンポイントレッスン、そしてまとめの歌と続いていきます。ではまずはメロディーを少し確認していきましょう。今日の副旋律は事前に私が録音したもの、その上から私が主旋律をかぶせる形で歌っていきます。この詩を一言で表現すると、春の賛歌と言えるでしょう。春の美しさを存分に表した詩なのですけれども、一箇所だけ、え、これって春の表現なのかなと思われる部分がありますが、お分かりですか？答えを言う前に少し考えてほしいことがあります。百人一首の中に春夏秋冬、どれが一番多く歌われているでしょう？そう、秋ですね。日本では古来から秋を一番美しいとするというふうにどうやらなっているようなんです。さて、この歌詞の3番にその秋を表すような言葉が出てくるのですが、お分かりですか？それは錦織なすの部分です。錦というのは秋の紅葉の美しさを表現する言葉として主に使われます。しかし詩人の竹島羽衣さんは、春にだって秋のようなこの錦にあたるものがあるんじゃないか、そうだ、それは桜の美しさだ、そういうふうにどうも表現されたかったようなんです。皆さんもこれをお歌いになるときに、春の賛歌ということを頭に置いて、このような表現もあるんだなと思っていただけるといいかなと思います。今日のワンポイントレッスンです。今日のワンポイントレッスンは、
この曲の最後の部分、眺めを何にの二の音、高くてとても出しづらいですね。その出し方を少しお教えしましょう。キーワードは狭く入って徐々に広げてビブラートです。狭く入るというのはどういうことかと言いますと、皆さんジェットコースターに乗った時などキューという声を出しますね。また部活動で応援をする時に頑張れみたいな声を出すことができますね。それができたらこちらのものです。そのキューとか頑張れみたいな声の時に、声帯はちゃんと歌で使うような狭い部分に入れているのです。ですから歌だと歌えないなと思うのは、それは本当にただの思い込み。きっと歌でも使えるはずです。ただキャーや頑張れのままだと狭いままなんですね。ですから小さなお部屋から大きいお部屋に移してあげる必要があります。キャーをキャーにするわけです。頑張れを頑張れにするわけです。まず入ることが大事なので、それができている人は絶対にできるので頑張ってみましょう。そして広げた後、広げたままだとこの空気に乗りにくいので、ビブラートをかけて飛ばさなくてはいけません。眺めを何に、このままだと少し音楽としては適当でない響きがしますね。何に、わかりましたか？もう一度やってみますね。何に、もし今狭く入れている人がいたら、きっとこの広げる状態掴むことができます。私がテレビでいつも参考にするのはモノマネ芸人さんです。あの芸人さんたちはいろいろな種類の声を出すことができますね。私たちにもきっとできるはずです。頑張ってみましょう。それでは今日のまとめの歌です。主旋律、副旋律、どちらでも構いません。一緒に歌いましょう。水や揚げ物、梅雨浴びて
これで今日の授業を終わります。